フェビアン教会は19世紀後半に創設された最もよく知られているイギリスの社会主義知識人による運動。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスを設立する際の母体となった。なお、労働党の基盤の団体として現在も存在している。古代ローマの軍人であるクイントゥス・ファビウス・マクシムスにちなんでフェビアン教会と名付けられた。これは フェビアン協会を設立した知識人の一人、フランク・ポドモアの提案によるものである。クイントゥス・ファビウス・マクシムスは、カルタゴのハンニバルを持久戦で破った名称である。1884年1月4日、フェビアン協会は、ロンドンで設立された。1883年に、トーマス・デビッドソンがロンドンに新生活友愛会を作り、詩人のエドワード・カーペンター。 ジョン・デビッドソン、性科学者のヘイ・ブロック、エリス、エドワード・アール・ピースら約9人がメンバーとなっており、この団体の司会として設立された。新生活友愛会は、清潔で単純化された、生活の模範を示すことで、社会を変革しようとしていた。しかし、個人の精神生活にこもろうとするグループと、社会改革に携わろうとするグループがあり、 後者のメンバーがより政治的な団体を別に作ろうとした結果、フェビアン協会の創設が決定された。その中心になったのがフランク・ポドモアである。その後も全メンバーは自由に両方に関わることができた。1890年代の初めに新生活友愛会は解散されたが、フェビアン協会はビクトリア朝末期からエイドワード朝の時代のイギリスで卓越した。 知識人の協会になった。1896年には、第二インターナショナルのロンドン会議にも参加している。設立後すぐに、ジョージ・バーナード・ショー、シドニー・ウェッブ、ベアトリス・ウェッブ、アニー・ベベ・サント、グレーアム・オーラス、ヒューバート・ブランド、イーディス・ネズ・ビット、H.G. ウェルズ、シドニー・オリビエ、エミリン・パンク・ハーストラ社会主義に魅力を感じた多くの知識人を引きつけた。その後、 バートランド・ラッセルもメンバーになった。このグループは革命的ではなく、むしろ緩やかな変革を施行していた。このように、全身的な社会変革によって、協情主義的マルクス主義に対抗し、暴力革命を抑止する思想や運動を、フェビアン主義と呼ぶ。1887年に、教会の理念規定書である基礎が改定され、土地と、 産業資本の共有化を目指すなど、社会主義団体としての考慮を明確にした。そして、フェビアン社会主義の理論構築を進め、1889年に、フェビアン社会主義論集が出版された。フェビアン社会主義の特色には、まず一つに、レント論がある。これは、リカードの比較優位理論の骨子を援用し、土地、資本、技能における比較優位から得られる。 超過利順は社会的に共有されるべきという主張だった。他の特色として社会主義は階級闘争ではなく社会諸制度の人為的変革によって人類が進歩する過程で出現するという歴史の制度的な解釈という理論がある。フェビアン社会主義論集は観光後の3年間で2万部以上を売り上げ。フェビアン協会は社会的に認知され。 会員数も急増していった。1890年代には、フェビアミ社会主義に共鳴する組織が、国内外に相次いで組織された。なお、社会主義と、心霊主義は共に、理想社会をこの世に到来させようとする点で、一致しており、両者は密接な関係にあった。そのため、ポドモアやベザントなどの初期のメンバーには、 心霊主義の傾向が強いものが少なからずいた。フェビアンは当初国内問題に主な関心があり、ロンドンだけが活動範囲であったが、ボア戦争が始まる1900年頃には対外問題も議論するようになる。フェビアンは自由帝国主義を唱えるローズベリーを支持し、国民的効率を目指す浸透結成を計画する。 その中で、ウェブ夫妻は新党を準備するためのブレーントラストとして、公立婚和会を結成する。また、多くのフェビアンが、1900年の労働党の前身となる労働代表委員会結成に参加した。こうした動きにもかかわらず、協会の影響力は衰え、1903年には、H.G. ウェルズが加入すると、他のメンバーと、内輪はもめを起こし、 教会内は混乱することになる。しかし、1907年から1908年にかけて、オックスフォードやケンブリッジの学生たちが、フェビアン主義に興味を抱き、教会は第二のブームを迎える。二つの世界大戦の期間には、第二世代のフェビアンである、R.H. トーニー、G.D.H. コール、ハロルド・ラスキが、社会民主主義思想に大きな影響を与え続けていた。 組織が拡充する一方で、圧力団体として行政による市民への保障を重視するウェブなど子産会員と、労働組合を媒介した民主的統治を重視する、コールなど若手のギルド社会主義者との圧力が表面化するようになる。対立の溝は埋めがたく、1915年にはコールがフェビアン協会を離脱している。 1914年に第一次世界大戦が始まると、戦時下での労働者保護を目的として、労働党の党首アーサー・ヘンダーソンを委員長とする連合団体、戦時労働者全国委員会が組織され、多くのフェビアン協会員が委員として参加した。この活動を通して労働党とフェビアン協会の連携が強まり、1915年にはシドニーウェブが、 フェビアン協会代表として労働党執行部に加わった。1918年に労働党の振興料が採択されるとともに、シドニーウェブが執筆した政策宣言、労働党と新社会秩序の表明によって、労働党の社会主義へのコミットメントが明確となった。翌1919 19年には、フェビアン協会の基礎も大きく改定され、フェビアン協会が 労働党の構成団体であることを明確化した。また、従来のプロパガンダ活動に加え、政策研究集団としての活動を打ち出した。この時期、第三世界の将来のリーダーとなる多くのものが、フェビアン思想に感化された。特に、インドのネイルは、フェビアンの社会民主主義に基づき、独立後のインドで、混合経済体制を運営した。 1928年にフェビアン協会に再合流したコールがヒュードルトン、ハーバード・モリソン、クレメント・アトリー、ハロルド・ラスキなどと共に新フェビアン調査局を組織し社会主義的な政策研究を進めた。1939年に調査局がフェビアン協会に吸収されることによってフェビアン協会が労働党のシンクタンクとして実質的に稼働するようになる。 1930年代には、その他にも、ガルブレース、ビーバー・ブルック、バートランド・ラッセル、スチュアート・チェース、ヘンリー・オラスが活躍することになる。20世紀を通して労働党に常に影響力を持っており、21世紀に入ってもそれは続いている。労働党の党首を呼び、イギリスの首相となった、ラムゼー・マクドナルド、クレメント・アトリー、アンソニー・クロスランド、リチャード・クロスマン、 トニーベン、ハロルド・ウィルソン、トニー・ブレアラが、フェビアン協会のメンバーであった。ゴードン・ブラウンもその一員である。ありがとうございます。